どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田でございます。はい、で今日はですね、ちょっと皆様にご紹介したい方がいらっしゃいます。お呼びしたいと思います。ガーク、お願いします。おいで、ガーク、ガーク、こちらでございます。はい、サルガハクでございます。やっためっちゃ被ってっからめっちゃ被ってっからね、サルガハクでございます。はい、単純にね、だからお猿さんが、ね、絵を描いたらどういう風なものができるんだろうかということをですね、ちょっと僕は思ったんですよ。今日カイ君に絵を描いてもらおうと。いわばほら天然ですからね、天才かもしれないから。はい、そういうなんかこう芸術肌みたいな感じをちょっと感じるんで、絵を描いたらどういう風なものができるのかやってみたいと思います。で今日は別にペンキとか使わないんですよ。ペンキとか使わずにこちらのですね、クレヨンを使ってね、描いていきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。はい、というわけでございまして、これからですね、画伯にはこちらの画用紙にですね、画用紙に絵を描いていただこうと思います。でテーマは特に決めておりません。カイ君の中のパッションをですね、この画用紙にぶつけていただければと思います。いいですか？はい、お願いします。わお、はい、それでは先生、早速お願いいたします。はい、じゃあ描いて、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 それはここに使わないんですよ。置いとくとね、これ使いたくなっちゃうから。はい、待って、じゃあ、ほくろちゃん、とりあえずクレヨンをぶちまける。ぶちまけないでよ。とりあえず、クレヨン見るの初めてなんで。ちょっと、とりあえずぶちまけるのやめてもらっていいですか？じゃあ、なんか色選んで。それ、黄色。そうですか。黄色にしますか。はい、じゃあそれをね、それでなんか書いて。はい、書いて。何してんの？なんかこねてるんだけど、何してんの？一応柄はできてるんですよ。ね、一応柄はできてる。こういう芸術なの。え、まあ綺麗なんだけどさ、私なんかこう一色に絞りません？とりあえず何色がいいですか？なんか一個ちょうだい。一個ちょうだい。一個だっつってんのに。まあいいや、オレンジと黒なんか選んでくれたんで。この黒とオレンジでよ。なんか書いてほしいよ、とりあえず。な？あんた、どれがいい？ちょうだい。待って。じゃあそれ書いて書いて書いて。書いて。二色でいくかい。なんか、もう書くというより、叩きつけてますけどもね。画伯。もうね、絵を見ないっていう。もうだから、このね、体からね、巻き起こるパッションを今ぶつけてるわけですよ。文字通りぶつけてるわけですよ。ね。いいですね。どうすか？画伯。いい感じですか？うん。長いですね。すごい長いですね、画伯。もういいんじゃないですかね。画伯もういいんじゃないですかね。よろしいっすか？いいっすか？うん。じゃあ、もうよろしければ返していただいて。はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、完成ですかね。はい。もういいっすか？なんか思い残すことはないっすか？めちゃめちゃ。ないっす。何をしとんの？芸術が爆発しております、画伯。ちょっと、このことちょっとやめてもらっていいっすか？まあ、はい、こんな感じでございます。ね。ね。うん、なんかどうしようかな。なんか名前つけようぜ。じゃあ、リンネ転生にします。ね、リンネ転生という名前でいきます。はい。一応額に入れてみました。額に入れてみました。一応このプーキーズ買いって書いたんで。飾っておけるように、はい、しました。じゃあ、これを、もうあれだ。視聴者の方にプレゼントします。はい。こちらのですね、先生が、もうなんかちょっと若干お疲れですけれども。欲しいという方は、下のコメント欄にですね、欲しいなと。で、あと、じゃあ、ここに飾りますって。私はここに飾りますっていうのをこう書いていただいて、で、欲しいですっていうのをコメントじゃしたりください。そしたら、抽選で当たりますんで。いや、じゃあもう、画伯、お疲れ様でした。お疲れ様でしたよ。ウニヤシ。頑張った。な。じゃあ、最後挨拶して終わりましょうかね。はい。じゃあ、バイバイ。